おはようございます。こちらナルト駅です。しがねえ駅なんですけど何県ですか？千葉です。そういうわけで本日は京浜東北線に乗ります。京浜東北線が千葉を通るわけないだろ。ああ。元、京浜東北線の車両に乗るってことです。ああ、そういうことですか。それでは早速乗りに行きたいと思います。これ本当に京浜東北線だったんですか？はい。かつて京浜東北線を駆け抜けた JR 東日本のエース的存在ですよ。京浜東北線だったら帯に黄色なんてないだろ。あ、それなんですが、京浜東北線から引退して千葉に転属したため帯や諸々の仕様が変わってます。そうなんですね。めちゃくちゃ汚くないですか、この電車。ですよね。ただの経年劣化のみならず、地域の都合上塩害を受けているので、それはそれはひどい汚れになってます。どんだけ千葉県を走り尽くしたんだよ、こいつ。とはいえ千葉県で走り始めたのは2009年10月から、結構走ってるようでも11年程度しか走っていません。11年でこんな汚れるもんなんですね。生産だぞ。汚れてはいますけど、暴走地区への転属に伴い色々なリニューアルが施されています。さて、そんな千葉のエースになった209系に乗車、です。車内はすげーロングシートですね。ちゃんと京浜東北線だし、車内してるな。京浜東北線時代と大差ない車内になってます。座席の色は死んでますけど、原型を残しているのはいいですね。というかここら辺はほぼ改造されてないんじゃないでしょうか。にしてもガッタそうな座席ですね。JR 初期の座席はこんなもんですよ。お尻が痛くなります。平成9年、1997年の車両です。23歳か24歳ぐらいですね。長生き。それはさておいて、ローカル線のくせにロングシートだけって悲しくないですか？そうだそうだ。ケツがぶっ壊れるだろこんなん。ふふふ、そうですよね。実は端っこの車両には、あ、ボックスシートがありますね。なんだ、あったのか。E231K500 番台と同じようなモケットが使用されています。そうなんですね。山手線のモケットでボックスシートを体験できる新鮮さ、いいですよね。そして E721K と似たような感じのドリンクホルダーがついています。スマホを置くのもよし、腕相撲用のテーブルとして使うのもありだな。マジなクレーテンに近い使い方考えましたね。座席の大改造がされた車内ですが、車内表示器は古いままの一段 LED。表示される内容も簡素なものです。そこは更新されないんですね。席は新しくしといてそれかよ。間もなく発車。次は愚明です。千葉の209系の端っこの号車はボックスシートがついています。運転席の手前にもボックスシートがついています。他の JR 東日本車両はあそこはスポンロングシートなので、これは嬉しいですね。あと、方向幕も3色 LED 式になりましたし、やっかり機器更新もしています。東金線は短い路線で、鳴門から終わりまでのたった14キロ、約20分弱です。やけに短いな。だから結構な数の列車が千葉方面に直通します。まあ確かに大雨とかいうよくわからん駅で止まっても、東金線は1時間に1から3本届きます。そんなに多くないですね。ですが需要を考えたら妥当です。東金駅では結構乗ってきますけどね。ロングシート側の車両に戻ってきました。原型を残している側だな。ボックスシートもいいですけど、やっぱりロングシートの角の席が一番落ち着く気がします。そんなこともあるんですね。中間車はかつての面影を残したロングシートですが、もう片方は快適なボックスシートです。長旅で飽きてきたら別の車両に移るのもいいかもですね。ところで優先席についてはもともと車端部にあったのですが、転属に伴って位置が変えられているみたいですね。おいや、この車両の端っこ、変に出っ張りみたいなのがありましたね。これですね。これ、暴走地区への転属に伴って後付けされたトイレです。じゃあ早速後付けされたトイレに入ってみましょうか。後付けされたにしては違和感ないですね。元京浜東北線の車両と知らなかったら静かなそうなぐらいには自然にできてますよね。なんか思ってたより広いな。車椅子にも対応している広々としたトイレですよ。はい、ロック。あ、こっちにも閉められるんですね。指がかじかむならこちらで。
トイレに引きこもるよりもやっぱり外に出た方がいいですよね。トイレに引きこもるレベルってそれ究極系。戻ってきました1号車。せっかくですのでお次はボックスの横のショートロングシートに座ってみますか。ショートロング、こっちはモケットどころか詰め物から違うので、座り心地は悪くないです。なんだかんだここがこの車両の中で一番寝心地良さそうですね。ボックスシートはなんか直角だもんな。楽しい東金線もいよいよ次の駅でおしまいです。あじゃ、大回りにおいてはあって助かる路線なのですが、地味さはやっぱり否めないですね。しかし路線によって楽しみ方は千差万別。東金線でも、千葉東部の美しい車窓など、独特のローカルな雰囲気を味わえます。たまにはいいこと言いますね。たまには、って何ですか。走行しているうちに大網駅に到着。改札内には目立った施設はないですが、特急も止まるくらいには主要駅となっております。あっちにはちゃんとした造りの建物が。外房線のホームですね。だいぶ規模の大きいホームです。個人的にこういった国鉄チックな文字好きなんですが、分かってくださる方いますかね。というわけで以上、東金線でした。この東金線は外房線の千葉方面に直通する列車みたいですね。京浜東北線が千葉に行っちゃいますね。この車両、E131系によって何編成か運用離脱することが考えられますので、ちゃんと記録しておきたい方はお早めに。それでは、ここまで見てくださりありがとうございました。また次も見てくださいね。もしよければチャンネル登録もしてくれよなー。